ようございます。おはようございます。2月22日はスニーカーの日ということで、はい、今回は新旧プレスでスニーカーファッションチェックしたいと思います。イエーイ。今は朝の11時です。出勤時間なので早速エントランスにファッションチェックをしに行っていきたいと思います。すごい生えちゃってるかもしれないです。アイシャドウにリンクしたカラーがめっちゃ好評でしたよね。そうなんです。これがこのイエローがトーンの人気の3番のアイシャドウなんですけど、そうすごく人気で、これ速乾でしたよね。もう1週間ぐらいで完売しちゃった人気商品です。じゃあ本日のコーディネートのポイントお願いします。はい、今日はちょっとスニーカーもベージュなんですけど、全体的にちょっと淡いカラーでやっております。で中に明るめのちょっと春っぽくしていて、あの身長が小さいので少し上にボリュームを出すのが好きで、お袖の感じだったりとかも好きです。かわいい。後ろがかわいいんですよね、エミのこれ。ピアスはこれ、はい、あのハンドメイドアクセサリーのところで購入したものになりますね。揺れる感じがショートヘアに合ってますね。バッグもあのお洋服に合わせて少しピンクのお色の、結構前に購入したリリーブラウンのものかなを使っております。巾着バッグです。すごいトーンが本当に可愛いですね。髪の毛がピンクなのでちょっと合わせてあります。はい、エミ営業部長の神田さんです。お願いします。お願いします。今日のスニーカーはどちらのですか？今日はうちのリトルニューヨルっていうブランドでセレクトしてるプーマを、あんまりあの普段プーマ履いてないんですけど、まあ今日はちょっとあの全体的に春感のテーマで緑のプーマにしてきました。コーデのポイントもお願いします。ポイント、まあ2月も後半に差し掛かるんでちょっと春感も出したいなと思って、白とグリーンをチョイスした感じですかね。まあ、あとは昨日は月曜日きちっとしてた分、あの今日はちょっと緩めにしてみようかなと思って、あのジャケットなしにしたんですけど、ちょっとシャツだけ止めてきちっと感を出したって感じですかね。ありがとうございます。今日実はエミのアイテム2つつけてまして、1個このマスク、これあの去年発売した、はい、あのビーブステックスっていう抗菌抗ウイルスの機能のついたマスクを8色ぐらいあるんですけど、全色あのコンプリートして揃えましたっていうのと、まあ、あとあの時計忘れちゃった。そう、はい、あの詳しくは前回のご覧ください。というわけで須田さん、はい、ファッションチェックありがとうございました。ありがとうございました。トレーナーの太田ちゃんです。はい、こんにちは。履いてくださってるスニーカーはどちらのですか？これがアシックス L1130 というモデルになるんですけど、エミとの別注になっております。なんかやっぱりアシックスのイメージってスポーティーなイメージがあるので、それをクリアなエミの印象で仕上げてる別注ならではのカラーリングがお気に入りです。ちょっと微妙にピンクも入ってて、春を意識した、はい、アイテムとなってます。春の新作ですよね。あ、そうですね、1月の下旬ぐらいに買ったばっかりなので、今年の初シューズになります。入荷待ちで問い合わせ待ちを待ってて、もう一目惚れだったんでやっと入ってきてくれたっていう感じで、結構最近は毎日履いてます。コーディネートのポイントも教えてください。乱秋なのでカジュアルになっちゃって、あんまり学生っぽくなるのもなって思って
て、服の質とかは気にするようにはしていて、マーメイドスカートで女性の足元にほんのりとスニーカーが見えるようなコーディネートを意識してます。私が黒髪でショートカットなので、なんかそういう面も含めてトップスとかもシアーなものを使ってメリハリの効いたアイテムでまとまるようにしてます。アクセも可愛いですね。これはエミで展開しているバングル、太めのバングルなんですけど、今季買ったもので、あとはそんなに高価なものはつけてないんですけど、ポイントポイントで小さなものをつけるようにしてます。あさちゃん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。エミデザイナーのひろさんです。お願いします。スニーカーはどちらのですか？スニーカーは、ニューバランスのちょっとベージュとグレーの重厚感のあるシューズなんですけど、すごくクリアで軽いのでコーディネートにもいろいろ合わせやすいのでこちらを購入しました。ベージュのパンツともすごい合ってますね。すごい、組み合わせが可愛いです。ありがとうございます。今日は結構ちょっと春らしさをちょっとイメージしたので、なんか白っぽいお洋服、エミでも入荷するんですけど、動きやすい格好がすごく多いので、レギンスパンツ一緒にちょっと合わせてみました。はい、それにちょっとフレイの最近買った美獣のバッグなんですけど、かわいい、なんかリップとか携帯とかをちょっと入れてます。はい、大人のスニーカーコーデですね。ひろさん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。エミデザイナーのサリさんです。お願いします。お願いします。サリさんのスニーカーニューバランスですね。はい、こちらが、992というモデルです。去年の年末買ったばっかりなんですけど、なんかこのなんかちょっとグレーのクラシックな感じがすごい気に入ってます。なんかメンズライクの雰囲気もあってサリさんに合ってます。そうなんですよね、私メンズライクすごい好きなので、これはもうやっと再入荷を待って買ったスニーカーです。今日のコーデのポイントも教えてください。はい、今日はこのエミのニットをニットのこのイエローを差し色に、他は全部黒でちょっと全体的に締めてます。この黄色のニットはエミの新作ですよね。そうです、これから入荷するエミの新作の黄色いニットです。あ、袖のフレアのレイヤードも可愛いですね。そうなんですよ、ちょっと袖のこの感じも見せたかったので、あえてジャケットもちょっとロールアップして袖から黄色も覗かせてて、でちょっとこの黄色とベージュがメランジ調になってるのもすごいポイントです。バランスの取り方とかコツありますか？バランスが、ちょっと足元がスニーカーなので少し足長効果を出すために、結構ハイウエストのパンツを合わせてて、でちょっとカッチリさせたかったのでこの黒のジャケットを合わせてます。目が目どこなんですか？これは、私目が悪いのでちゃんと土入りのメガネなんですけど、本当のメガネ。そうなんです、これはちょっとゾフのメガネです。素敵です。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。今日私ワークアウト今日絶対行く日なの。すごい毎足持ってんの。え、見たいです。走るから今日はポカさん見て、このすごいおすすめ、みんなに新作だし、あれなんだけど、ランの本気っぽく見えるけど本気で走れる人になっちゃうから、これ履くだけで。ヘミブランドディレクターのヤムさんです。お願いします。はい。今日はね、本当にすごいこうワークアウトデーなんで、すごいカジュアルなんだけど、サロモンさんです。歩きやすいし、カイロ、カイロです。カイロ仕込んでます。でもサロモンさんだとカイロが入るんです。トレッキングの方たちとかって本当にそういう、なんだろう、防寒とか完璧だし、あとエリーハンセンさんのコートも薄いじゃんこれ、だから今日ダウンベストをレイヤードしてる。すごい寒いから今日レイヤードしてるんだけど、でもヘリーハンセンはオールシーズンで使うために薄いけど、ものすごい防風とかがいいので、春もう少し経ってもずっと長く着れる。
ロさんの帽子はどちらですか？これも中綿が入ってる。これね、あのメンズブランドさんで、私こういうのもちょっとすごい好きで、今日は占いのラッキーカラーがグリーンなので、全部グリーンでまとめて。エミのパンツもグリーン。ピアさん、スニーカー何足ぐらい？でもすごいこう履き替えちゃう。やっぱり、まあ、仕事上ね、ディレクターやらせてもらってるっていうところもあったり、私本気で走るので、いろんなものを試し履きしたい人だから、ランニング用で、タウンユース用、こういう防寒用、あとファッション用とか、まあ、すごいいろんな形でやってる、持ってるから。両手いっぱいお持ちなんですね。あ、これも多分メンズノアさんのね。これはエミのパンツはもうほんと楽、もうずっともうこれで走れちゃうぐらい楽。そしてサスティナレッジ、レギンス履いてますね今日。エミのラサスティナレッジ、今日はワークアウトデーなんで、パーンって脱いだら全部ヨガウェアなんで、そのままランニングできる感じにしてます。で、寒くないし、すごい仕事してても体を動かせられるのでおすすめです。ヤミさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。来ました、突撃ファッションチェックです。バイヤーの田口さんとディストリビューターの大島さんです。お願いします。お願いします。田口さんのスニーカーどちらのですか？あ、これは、クラークスのワラビーのゴアテックスのビームスのデッチ。ビームスの方はエミに置いてます。はい、はい、コーデのポイントもお願いします。おじさんなんで、90年代がちょっとなんか自分が若い時だったんで、なんかその再熱じゃないですけど、なんか雰囲気がちょっとこう渋かじからのみたいな、そういう感じのちょっとおっちゃん風の感じと、あと昨日企画の子にデニムが流行ってるっていうのを聞いたんで、おじさんはすぐ取り入れるんで、あのじいちゃん着てきたって感じです。上手に取り入れていただきますよね。とんでもないです。いいバイスです。そう、これも90年代ですけど、90年代のメイドイン USA で、古着で3000円ぐらいで格安で買わせてもらったって感じです。時計は IWC インターナショナルウォッチコート、まあ、インターっていうブランドのやつです。親父があのアンティークウォッチすごい好き で100本ぐらい持ってるんですけど、それをもらってるって感じ。あとはなんかサンローランのこのウォレットのチェーン付きのやつがあるんで、よくすぐなくすんで、チェーンをこうつけてるっていう。おしゃれのチェーンかと思ったら必要性もありましたね。そうそうそう、なんかアメカジだとインディアンジュエリーだと子供っぽくなっちゃうので、ハイブランドのやつでちょっとアメカジっぽい感じのやつをつけてるって感じですかね。大島さんのスニーカー教えてください。はい、ニューバランスの990の V3、 キースとのコラボ品。めっちゃレアですね。ニューバランスがこれメイドイン USA なので、ちょっとなるべくそこに合わせて USA と USA のデッドストックと、まあ、でもいつもこんな感じです。アメリカ人、アメリカ人、そうですね。でも行ったことないです。田口さん、大島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、スニーカーのファッションチェックをしてきたんですが、私たち2人のコーデを紹介したいと思います。まずはちーちゃんから。はい、お願いします。今履いてるスニーカーはどこのですか？エミのスニーカーです。オリジナルスニーカー。はい、オリジナルスニーカーなんです。オールホワイトのルックスで、結構モード感のあるデザインに仕上がっています。でヒールが割と高めであるので、私155センチなんですけど、結構スタイルよく仕上がるかなと思います。こちらも発売してる春の新作になります。今日のコーデのポイントを教えてください。はい、スニーカーをポイントに持ってきたかったので、このジャケットとワンピースはモノトーンで仕上げました。ちょっとなんかスニーカーがモードなルックスなので、割とこういう綺麗めなアイテムともすごく合わせやすくて使いやすいかなと思います。つけてるアクセサリーどこのですか？一応スナイデルとアフターシェイブクラブとゴーエンっていうブランドなんですけど、割とちょっとモード感のあるデザインのものが好きで、こういうあの綺麗めな着こなしに合わせると自分らしさが出るかなと思って選んでます。次は宇佐美さんです。今日履いてらっしゃるスニーカーはどこのですか？はい、
今日はナイキのアクアリフトという形でちょっと旅シューズのようなデザインになってます。エアリフトというもうちょっとフラットなソールのタイプもあるんですが、私も低身長なのでちょっと厚底めのアクアリフトでスタイルアップを意識してみました。すごいこの形だとスニーカー苦手な人でもこうフラットシューズ感覚で合わせやすいかなと思うので、結構こう綺麗めなファッションの方にもおすすめですね。コーディネートのポイントもお願いします。はい、アクアリフトに合わせてモノトーンでまとめてみました。ちょっとトレンドのビッグカラーも取り入れていて、この黒のセットアップは少し前のエミのものなんですけれども、それにちょっと今季トレンドの新作シャツ合わせてモノトーンコーデに仕上げています。サビさんネイルめっちゃ可愛いなと思ってたんですけど、ちょっとあの春らしく淡めの色で、でもこう洋服に合わせやすいちょっと緑がかったグレーを今回やってみました。はい、それでは最後まで見ていただきありがとうございました。